覚えてますか？北鎌倉の坂道の私の家のつるバラが今年もきれいに咲きました。今も変わらぬ心を添えて花びら一枚送る。覚えてますか？お隣同士垣根越し、あなたの家のコツコツを知らされ私が泣いたこと。あなたの妻になること幼い胸に抱いていた泣き虫少女が言ったこと。